はい、お昼も食べました。さあ1番ホールです。ですね、クラブハウスはここから気持ち1キロ先くらいやってきます。なので、始球式は10番ホールでやります。まあそれはいいとして、西の1番ホール広々として、まあ、バンカーがちょうど210ヤードくらいのところにあって、まあ、普通に右側から打って乗せてくださいというホールで、グリーンの奥がまた切れているように見えます。頑張りましょう。このコース抜けた。ホールパー3に行きました。グリーンは右です。バンカーが右にやっていてはありますが、距離は長くないので池は気にならないでしょう。普通に当てて普通に乗せたい。あーほら一緒だ、はい、ずっとこれだ。アウトの3番パー4、おそらく350ヤードくらいでグリーンに行きます。すごく左に曲がってます。すごく左に曲がってます。そんな頑張って打つ必要もないんじゃないでしょうか。もう右の奥にボーンと打てばいいと思います。あの吹き流しに向かって打てばいいと思います。あー一緒だ。あクラブがないので9番で9番で打ちます。で止まるの？止まると思わなかった。4番ホールパー3です、左なので157と書いてあります。グリーンはいつもよりは大きそうなんですけど、あやめはなんかこうやって下がってるように見えますよね。なぜか狭そうに見える。多分グリーンはピンは中央にあって距離もそんなないんですけど、あるんですけど、なんかこう奥まって見えますよね。あと久しぶりにでかいバンカーが、まあ右目に打った方がいいでしょうね、ここはね。これは分かったんだ。直せるの？いたんだけど、右に行ってる。向いてるフィニッシュの方向には行った。弱い。はい、パー5です、まあ、ピンあそこ一番奥に見えてるんで、まんまパー4のコースに見えるんですけど、なぜパー5なのかがやっていけばわかる。ほら、あら、まあまあ、うんうん、大丈夫大丈夫。はい、220ヤードよいしょ。深かったのか。でかい。
はい、いや、なんかパー4、370ヤードです。こういう時どうすればいいんだろうね。だいたい右に飛んできたような感じするんだけど、みんなどうするんですかね。今で200くらいじゃない、あの塔を目指していく。 YouTuber の人は、ね、なんで一人でずっと喋れるのかわかんないよね。僕も喋ってて、なんでずっと一人で喋ってないとダメなんだろうって気持ちによくなります。結構酷です、一人で喋るのは。ですけど、また430、距離が短くてもパー5なんです。なぜならパー5だからです。ここは広く見えるよ、いいグラウンドが。ちょっとなだらかに右に行きますけど、右打っても別に林入んなきゃいいから、真ん中打ちゃいいんじゃないですか。行ける気がする。あら、ナイス音。ここに出すのと一緒になった、ここに出すのと一緒になった。ほら、全く一緒。はい、8番。ここはドライバーが打ちづらいホールですね。331ヤードって書いてありますけど、結構打ち下ろしてます。あれがピン、あの青い人たちのいるところなんですけど、こうティーグラウンドまで降りてくると何にも見えない。左も落ちそう、右も落ちそう。どうしましょうかね。とりあえず打つしかないですね。さあ、9番最後にやってきました。皆さん何度も言いますが、皆さんにスコアを見せたくて今日は頑張ってやっております。ちげえよ、ゴルフ場だよ。300ヤード、あそこにピンが見えます。短いホールなんですけれども、まあ見えない、また見えない。まあだいたい右に打てばバンカーがあって、左に行けばちょっと広めになっていてバンカーがあるってやつでしょう。また木があるんでね、まあ当たってもこっち来ると思うんですけど、まあ松狙いで行きましょうっていう言い方で打つんじゃないですか普通は。
はい、これ良かったのはこの18ホールやってみて同じホールっていうのは一つもなかったっていうのがすごい良かったですね。あと短い、まあ、今日僕別にまともに飛んでないからなんですけど、短いって言われても短くは感じなかったような気がします。うん、なんだかんだ、うん、考えさせられるっていうか。はい、完全。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。あれ、完璧に吸い込まれた。お疲れ様でした。紫あやめカントリークラブ、なかなか楽しめるホールだったと思います。全部のホールの特徴があって、まあ、グリーンも速くて綺麗で打ちやすいですし、皆さんぜひ楽しんでください。まあ、短いコースだっていうのもあって、多分ドライバー使えるホールあんまないんじゃないかなと思うんですけど、それはそれで楽しめます。いいコースなんで、ぜひ来てください。では皆さん5月3日お会いしましょう。